はい、え、それでは、えー、京都品場ステークス、ダイヤモンドステークス、小倉大将店、そして、フェブラリーステークス。多いわ。多いわ、いきなり。4つかいはい、自転調査始めます。はい。えー、っと、まず、復賞生活がほんまに下りたかですね。ノーブル・カリナー、ダメでした。すいません。ただ、ゴージャスランジ飛んだだけにもったいないなと思いますね、ターゲットね。 ごめんなさい。もう一トのディープでした。すいません。ルメイちゃんのディープでしたね。これはごめんなさい。はい。えー、クイーンカップ、えー、マジックリアリズムでしたけど、もうあれですか。 はい。バタイとかいろいろ見てる限りやっぱダメだったんですね。人気がなかったんでね。ちょっと人気なすぎやなと思ったらほんまにダメでした。馬がダメでした。これはすいません。はい。馬がダメでした。はい。いや、でも、きそうな、えク、ー、ロジェネシス。強かったらせ、干渉。結局人気馬2等の決着でした。おめでとうございました。サンランブックボックスも3着、ドーディーでダメでした。ありがとうございました。はい。気を取り直して、妄想収支から行きましょう。レッツチェッゴーはい。 えー、妄想収支ですけど、えっ、ー、と、共同通信範囲だけ取り紙返ってきただけです。はい、100%ってしまいました。ごめんなさい。えー、89%ですね。すいません。開始率ダウンです。復旧生活非常、さらにごめんなさい。さらに非常にごめんなさい。はい、えー、100%が一時期よかった、超えてたんですけど、すいません。今67、67%です。すいません。ちょっとこれもう一回引き直すんでよろしくお願いします。ちょっとやりすぎてます。これはちょっとやりすぎた。うん。123456、7連敗ぐらいしてるな。8連敗。やばいな。ちょっと、 もうちょっと考えてやりますんで、ごめんなさい。よろしくお願いします。はい。それでは出走表行きましょう。はい。それでは出走表行きましょう。の、ま、え、に、都合、今回も悪い方ですね。東京のテレビ山梨し配。はい。えー、ゴージャスランチがね、一番人気でターゲット飛ぶかもしれんってことでターゲットしとって。うん。えー、見事に飛んでくれたんですね。はい。 ただね、アルミレーナか、ノーブルカリナンのディープで迷って、アルミレーナ、ルメちゃんの時なんかそんなよろしくないよってことだったんですけど。はい、えー、見事にルメちゃんの馬でした。すいません。はい、ノーブルカリナンここから行くんかなと思ったんですけど、無理でしたか限界ですって。はい、カリナンのルメちゃんの逃げ柵に、まんま通られました。ごめんなさい。あっちゃー、と思って、しかも一体、 めっちゃくこれ見てなかったら、なんと、アーモーレミオ思い出したこれ。あれアモーレミオ売るやんとこでね。この後思い出した俺、あ、アモーレミオやんとこって、これ東京めっちゃ強いんですよ、千秋ってこっあっちゃーと。<laughs> そやわ。すいません。これ非常にごめんなさい。そやね。アモーレミオじゃあんな、これしかも3勝目やったっけこれ確かこれ。ちゃうねん。そやねん。ちゃうねんって俺ね。これだけはして。ちゃうねん、この東京千秋さ、上がり早速で買った時ちょっと見とってさ、今年やろう。 今年は去年やろ。じゃあごめんごめん。これはごめん。で、この、去年の10月で俺、こうこいつ東京都の味だけ見事に上がりさせて買ったでちょって言と俺、こうててん、これ。しかもこれね、どっかのどっかの一部で放送したんやん、これ。副賞生活じゃなきゃいけどない。一瞬放送してん。どっか忘れたけど。あー、もうこんな映画系ですか。ありがとうございました。<laughs> 忘れてたーあ、ね、あれあれホルモーレミュー聞いたことああ、あーあ,ーあ、ちゃあ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 言ってたもん、あって、これ実況で。ああ、もういいです思ってええとありがとうございました。ゴージャスランチャーも読み取った。ああ、ーういミュー見てないかこのありがとうおかしいやろ、お前。<laughs> お前、おかしいやろー。ああ、もういいですかありがとうございました。また書いてる。はい。ああ、なん,なんか、これは、んまこれは、これ、ゆえ取ったらかっこよかったの、俺。ぐぅ、ああこれ、め、奥署で取ったらめった あもういいですか。わかりました。ありがとうございました。はい。えー、涙はここまでにしといて。めっちゃお腹、今でもお腹たい。はい。えー、京都インバステイクスからですね。行きましょう。京都インバステイクスからでいいんですよね。はい。えー、この舞台、去年とか一昨年はね、確かなんかワンパターンなこと言た気がする。うん、思い出した。んで、3年前、4年前からか。 え、すみませんね。ちょっと待ってください。4年前までね、京都マイルで使われてました。で、この時は、えっ、ー、と、1月開催やったんかなまだね。そう。1月の最初の週に近いとこ、週に、まあ、近くないんですけど、え A コース開催。やったんですね。ま、あ週の始めっていうか、あれか、1月の終わりか。はい。で、A コース、A の最終週ぐらいかな。で、A コース使われとって、で、この時は、えー、っと、ま、あ次、阪神バステークス行われますけど、言うたら、マイル路線。頻波って大体、ビクトリアマイルが春先目標なんで。大体、このマイルも モ線を目標にここをね、レース組み立てていく馬が多かったんですけど、えー、3年前から1100メートルに成功変わりまして、こちらは何の目的かというと、高松の宮記念、いわゆるマイルでもスプリントでも行けるような、えー、距離適性にするためにこちらに成功変わりました。で、えー、この1用0 0ったから何が変わったかというと、えー、大して変わってません。ただ、えー、この1用0 0になってから、京都の1用0 0ってま、外回りコースなんですけど、えっ、ー、とね、またマイルとか、 えー、この京都のスプリントと違ってね、えー、やっぱり専用らしい、この、えー、非根幹距離っていうんですかね、独特な、えー、舞台となってまして、結構ね、ハマるまはハマるんですよ。で、それ何で何、3年前の見て何に注目したかというと、このスナッチマインドですね、確かこのスナッチマインドの競馬、3年前かな、見て、ちょっとヒッシーさんが、 え、確かね、ちょっと仕掛けるの早かったと。一瞬しか使えない、仕掛けるの早かったと。で、スナッチマインド、今年はリベンジですよ、ちゅうて、えー、おに、こうたらちゃんとスナッチマインド、浜中さんがしっかり頑張って3着持ってきてくれたんですよ。うん。で、これがハマって、確かこの時私放送の時スナッチマインド押しましたよね。押してましたよね、私ね。そやね、本名言てるね。で、これをバカの一つも覚えて、今度はじゃあエースティタートやと。エスティタートを全、えー、ね、この時、 4着やってね。はい。すごい足で追い込んできたよ、ちで、うて。そんなエースティタートがなんと去年、見事に3着と。エースティタート昨日押してましたよね。去年お私し押しましたね。そうですね。対抗してません、ね。そうですね。で、このデータ当てはめると、今年誰やねんと。はい。えー、去年ミスパンディアレがレースティタートで決まってますと。で、えー、この舞台不思議なことに、一回馬剣絡んだのは、失速する、いわゆるまあ1年経ってるんで、まあ年置いてるんかな。 で、まあ、前走よりは着、前、えー、去年よりは着順下がりますよっていうデータが確かどっか出て,てんうん。で、それ考えると今年は、えー、そういった逆にね、四五着からの、えー、反撃棒もいませんし、えー、かといって今回ミスパンテールがもう一回一着取れるかどうかなって今とこなんですね。ってことで、えー、私が去年、一昨年えー、予想してたあのワンパターンセンパー今年は使えません。残念。はい、前置き長すぎました。ありがとうございました。 おいで予想図借りて、えー、一応ね、一番人気から紹介しますミスパン。はい、56キロハンデ、トップハンデ。はい、2番人気、ワントゥーワン、3番人気、リバティハイツの手前に誰がおったなえー、アルシャか。はい、ここまでが一桁人気です。うん。んで、えー、ここは、えー、どういう予想立てようかなと思って。ただ、まあ、本命に近いやっぱミスパン。こちらまあ、ほぼ、 本命近い終始を打っておきましょう。ええー、とですね、もう去年ですよね、えー、順調に上がって、上上がってきて、ターコイズ勝ちます。京都牝馬勝ちます。そして阪神馬も勝ちますと。うん。では、ビクトラマイルと G1、あるいは九州牝馬距離長い。エリザベス上海、さらに距離長い。ここら辺でね、なんか知らんけど、不審説が抱かれとったんですね。いや、不審も何も。いやいやいや,いやレース選んでるとこが不審はと思って。それは無理やろと思って。全然訳分からんとこ走らされて。ターコイズ勝ちました、人気としてね。 いやいやいやと思って、いやいや、ここ去年買ってるから、買ってもおかしないやんって言うと、私収集してなかったんですけど、そんなまともに。はい。で、じゃあ今年もね、去年みたいに驚いてないと考えて、しかもターコイルステークス、去年53キロでね、えー、ハンデ系で買ったんですけど、今年はなんとほんまに、えー、トップハンデで56キロ勝ちました。じゃあ、阪神牝馬も今年ね、56キロ背負って、 あ、京都頻繁、えー、かすみません。京都頻繁も今年5 6キロ去年の1キロどうでもいけるんじゃないのってことで、まあ判定戦と言わか、まあ別定戦なんですけど、まあそれでもいいんじゃないのってことで、はい。結局やっぱ格の違いはこの舞台で見せられる可能性十分あります。うん。なんせ去年あんだけ重症を買っても試運転がなかったんですもんな。ってことで、ここも本気で来ると思いますうん。ちゃんとターコイン使ってここ使ってくるってことはね、しっかり重症を勝ちに来てると。はい。ということで今んところ暫定を本命にしておきます。 はい。で、あとちょっと考えたいのが、あとこの人気場ですね、リバティハイズとワンってをどうするか、まあ、リバティハイズはね、印もやっぱ手堅く売ってると思います。えー、ターコイズ2着、えー、ポーアイ3着と、えー、このね、ちょっと、えーおまあ、重賞路線、ね、ち,ょっとちょっと距離がハテナなので、重賞路線、クイーンステークスがちょっとか重賞の路線ハテななんでね、距離的にね、うん。まあ、これ覗くとやっぱフィリーズレビューもね、やっぱりしっかり強い勝ち方してきましたし、うん。 で、えー、ポーアイケですね。オープンクラス3着で、ターコイズ2着と、えー、普通に、まあ、何も説明せんくても強いですわ。えー、予想図2、3番に気でしたっけリバテライツ4番に気か。十分、安城来てもらないでしょ。十分活躍できると思ってます。うん。で、北村さんね、最近調子いいって言ってますけど、まあ、調子いいのも調子いいんですけど、やっぱ馬道ですよね。 はい、えー、先週、クロノジェンシス勝ちましたけど、やっぱね、えー、そういう状態、今、強いまに乗った時の北村義さん、やっぱり味が出ますわ、そのまま。うん。で、えー、手腐われ試運転とかもしませんし、もう、前週の、えー、クイーンカップで分かったと思います。うん。ムちゃん、ルメちゃんみたいに賞金足りてるから試運転、無理させずにとかないですってことは、ここはやっぱリバーティハイズも、えー、ミスパンテール同様、横乗りさん同様、ここは勝ちに来ると思います。ってことで、対抗。 えー、最悪ミスパント入れ替えて本命にしたろうかなっていう気持ちもあります。うん。で、逆にちょっと悪行き隊員は、デムちゃんの試運転のワントゥーですね。ワントゥーどうしようか非常に迷ってて、ワントゥーたらね、デムちゃんで試運転でって言いながらも結構ね、馬券絡むんです。で、どうしようかなと思って。うん。去年確か私ね、どこやったかどっかで評価してんなあ、半身売、多分ワン心売多分しか私、ワントゥー印売ったんですけど結局惨敗したんですけど、うん。あの後ね、私の様子を裏切るかのようにね、ここで馬券なすかす、稼ぎ出して、あれあれあれと思って、うん。 で、前さの阪神カップはうちで前で決まったんで、まあ、度外視と。で、それ考えると今回デムちゃんでどうかなってとこ見えてるんですけど、賞金まあまあ足りてるし、どうしようかなーと思って。はい、まあ、出遅れて、まあ、ワンと確かに、お外最後、京都の外回り、差しーン決まりやすいんで、まあまあ、あり得るかなーと思って、一応、試運転兼ねての四番手にしておきましょう。勝ち切ることはまたないと思うんで。はい。で、まあ、ここら辺正直人気馬立ちばっかりなんで、えー、一頭だけちょっと特注馬打っておきますよと。はい。 ちなみに去年ってミスパンの後2着ってデアレガールでした。ですよね。で、デアレガールを選ぼうかなと思ったんですよ。今年人気落ちるんでしょデアレガール。はい、13番人気ですかはい、まあ思ったんですけど、さっきも言いました、馬券絡んだ、まあ今回馬券絡みづらい。まあちょっとミスパンだけちょっと強さ度外視として、ちょっともう一回絡みづらいかなと思って。はい、前走スワンステークス6着ですけど、まああんまパッとしない成績が残ってます。まああの後一回箱館で買っただけですもんね。うん、どうしようかなと思って。うん。 で、ここは特注場一刀打つならですね、アルーシャとかおるんですけど、ルメッチャンがちょっと派手ないし、エイシンティンクのちょっと京都の戦用でちょっとなんか、最後失速しそうやから。はい、一応このまま注目しておきましょうか。はい、ベルーガですね。ちなみに安城が川田さんでしょうですね。あ、5番人気なのかんじゃあんまり特注場がねえんなはい、ベルーガでいきますね。はい、期待の星中内田さんとこですよね。はい、ちなみに今年すごいんですかまた。 あ今年やべえな。見てなかったあんまり。94113、なんと勝率33%。これは素晴らしい。うん、これは素晴らしい。これは素晴らしいやろ。やばいな、こいつ。はい。えー、森友館と。 断前奏、炭酸ないと断然一番人気で惨敗。以上です。はい、ここ狙い目です。はい、ここ狙い目ですよ。と。はい、美味しいです。前走惨敗。昇級戦、何のその、えー、この馬、京都の外回り戦、を勝ってます、昔。はい、ってことで、今回本気です。前奏、試運転、間違いないでしょう。頑張ってください。11ヶ月半、えー、怪我した後、開けて、はい、えー、舞台、ね、 初めての新潟の舞台で専用3着で、前走断然一番人気の5着を非常に多いしここで5番人気も落ちるわけでしょ実に面白い。これは買いましょう。半で何キロですか ?54。十分ですね。外回りの河原さん、京都。うん、十分ですね。ありがとうございました。はい。京都貧乏はとりあえずこの文字にしておきましょう。あんまり印付けすぎると今度事故調査で言うこと全くなくなるんで、ごめんなさい。はい。で、今日ね、ちょっと重所4つもあるんでね。ちょっとね、今年ちょっと考えますね。これちょっと、 あ,あまりにもね、事前調査で4レースあるレースあったら、ちょっとほんまに半分に分けてるかなと最近考えてるんですけど、もうちょっと待ってくださいね。うん。今んとこは結構ね、もうそのまま喋りたいんでずっと喋ってるんですけど。はい。もしね、30分、40分、特に40分か超えて長いなと思う方おったら言ってください。すいません、半分にしてください。25分ずつぐらいにしてください。で、文句言ってください。はい。意見のある方言ってください。1本でいいですよってことは、1本でいいですよっていう方はそのままでいいです。はい。はい、次、ダイヤモンドステークスいきます。や はい。東京の3200メートル。こちら簡単です。こちらのデータ非常に簡単。2年前、2年前、はいはい、2年前、2年前、はいはい。はい。無印だったんですけど、ラブラドライトが馬券からいました。こちら、マイオンステークス上がり最速。はい、簡単。 はい、簡単。去年それを信じて、リッチマン。そうですよね。リッチマン対抗ですよね。はい、リッチマン。上がり最速じゃなかったんですけど、ね、マイオステークスの中で成績残した言葉だけだったんで、上がり使ってね。はい、じゃあ、ニアリーイコールリッチマンや、と。本命は間違いなくフェイムゲームや、と思って。はい、ここや、言ってたら、わーしょい、ーシょい、去年はーしょーシょい、ーショーってたら、は OK、い、です。ありがとうございました。 はい。それを考えた上で、今年はっていうと、ほんなこういう人こいつやんと思ってみたら、なんと、お前ら、1、2番人気。そうか、ユーキャンスマイル上がり最速と、はい。グローブシアターの上がり最速、こちら2等です。どちらが本命かは後で決めましょうか。はい。ちなみにユーキャンスマイルが人気あるんでしょう、多分。ユーキャンスマイルが1.7倍。グローブシアター3.7倍。はい。ただですね、 え、前走が確か坊主が大逃げしてのレース。で、グローブシアダー確か私は副勝ってなんかな副女生活候補じゃなかったかもしれないけど、副勝ってね、確かここね。で、えー、坊主にだまとされた知らないんですけど、これね、えー、グローブシアダー見といてください。最初ね、浜中さんめっちゃ押すんですよね。はい。で、折り合いついてて番手追走になるんですけど、このね、坊主が大逃げした後のグローブシアダーのこの最初押された後の2番手追走の競馬か、<laughs> ユークエンスマイルみたいにちょっとね、中断でここでゆったりした競馬、 この競馬見て、はい。4コーナー回ってからどちらも残り3ハロン上がり最速、はい。グローブシアター1回ね、えー、抜かれてます。2番手ずれてたんですけど、外からまくられて、一旦4番でも下がります。うん。このね、普通にゆったりして最後上がりつかったユ、えーキャンスマイルと、最初先行しましたけど、外からまくられてもう一伸びしたこのグローブシアター。どちらが折り合い等とユーズコントロール効きますかっていうとね、どうしてもグローブシアターと思うんですよ。 まあ、グローブシアター3着に敗れましたけど、グローブシアターの個人的になんか、融通効き,きそうな気がしました。まあ、東京はおか知りませんけど。てことで、ここは、えー、グローブシアターを本命に一応したいと思います。安城誰ですか浜中さんまあいいでしょうかまあいいでしょう。うまあいいでしょう。あ、ハンデ出てました。出てるね。ハンデ出てました。55がグローブシアター。で、ユーキャンスマイル56な。なんでなんでなんで50円やん、ね、お前。 マジかよ。まだハンデ軽いんかよ、お前。2着やん。2着じゃあかんのか、体に。マジか、グローブシャド55万なんでオーブン買ったお前。聞けよ。おい、聞けよ。1600万買っただけやろ。まあ、そう言ったら、ユーキャンスマイルそんな買ってないよ。ユーケンスマイルって何買ったか1 0 0 0万買ってないんか、まだ。1000万か、まだ。あー、なるほど。それは、それは、すいませんでした。そうか。それは、あれやな。それは、グローブシャードが握かてるな。うん。 ましろ。あとは、えっ、ー、と、左回り、東特に東京で、えー、非常に強い。去年長くても、去年も三着のソウリ総林クと。こうですか。でしょうね。ま、あここら辺に決まるでしょ。あと、カーフェブリッツでしょ。これこんな印とあんまもうほとんど自己調査で言うことないんで、こんなもんでしょ。で、ここ、糸特注房って置くと、もうここですよね。もう、そうなった人気をそのウィンツーナです。ちなみにあんまりいいんですか。なんと三番人気、あっちゃっぽし。<laughs> マジか。<laughs> あれ、ソウ総林博クてのバけンだ。あ、武藤さんやから。あれ、ちょっと待って。<laughs> ちょっと待って、ウィンテンダネスナーと3番人気。マジかよ。俺の印は人気通りですか。ほんまかい。それとソウルインパクトとか選ぼうかな。他のやつ。ウィンテンダネスナー、前走負けた理由簡単。ジャパンカップ8着前線。アルゼンチン4着。はい。見てたらわかる。このまま左回りが通用。はい。東京2206。ちょっとロ6が多いですけど、左回りで見てみます。 はい、4312。逆に言うと右回りがほとんどダメなんで。これは左回りでしょってことで。もうこんな簡単レスリー。ただ、ウィンテンダル3番2桁としては嫌いですね。うん、嫌いにしとこう。俺は、おず、おず嫌ってんちゃうぞ。俺はおずで嫌ってんちゃうぞ。嫌ってるね いやいや、それだとソウルインパクトがカフェブリッツか。カフェブリッツの方がいいんかな意味ないだから。やっぱエビダンス、エビダンスの方がいいか。エビダンス、エビダンス。マヨステークスの1、4着組の方がいいんか。エビダンス、エビダンス。あーすいません、2、3着組ごめんなさい。でも三馬ッシ慣れてるかな。うーん、カフェブリッツの方がおもろいかな。でもカフェブリッツ確かにな、前走評価した理由は外枠やってんな。でも8枠やからな。8枠の8番やからな。うん、どうでしょうか。 うーんまあ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 、でもちょっとやっぱ能力1枚に落ちるよね。まあでもこの距離走れたのは非常に収穫でかいんだけどな。うん、どうしましょう。東京だと日本とか走れてるから確かにね、青い人んよね。はい。わかりました。ウィンテンダレス評価ウィーン。はい。ってことで、カフェブリッツにしときましょう。はい。はい、寝返った。はい、寝返ったぞ、それは。はい、こうしときましょう。また後で考えましょう。はい。勝手に寝返りました。 はい。あと、ここから大商店行きましょう。日曜日、フェブラリーの前に行われます。ここから大商店、誰がおるんかなはい、レッツゴー。1番人気は谷のフランケル2番人気はクロコスミア。3番人気はステイ・フェリオ。4番人気、マイスタイル。It's my style. 終わり。あ、5番人気はマイススンまで一桁人気でした。ありがとうございました。はい。 で、どうしようかな、と思って、えー、と、ハンデもクソも関係なく、この舞台あんまそんな叩き台もクソもあんまない舞台やった気がします。去年は結局、一番人気のトリオンが勝ちました。二着にクイーンズミラクロ、ちょっと異例なクイーンズミラクロ、三着にスズカって意です。で、えー、この舞台は、えー、何も考えることなく、内枠基本、はい、特に一枠が非常に目立ちますと。はい、えー、四年、五年前、えー、一枠一番。 4年前、1枠2番、1枠1番、3年前も1枠2番、2枠1番ってことで、1枠がすごい。一昨年だけ論外、去年は1枠1番ってことで、1枠の絡みが半端ないっす。まあ、半端ないっす。過去10年見たら1枠すごいんちゃう。そうでしょうね。など2、4、2、上にすごいです。やっぱうちはクイー天国。ってことで、去年、クイーンズ・ミラーグルの8枠は人気出ませんでしたの当たり前。前うん。 で、今回どう予想するの中高等で。まあ、とりあえず、内枠外枠関係なく、前がある程度有利な気がしたんで。ただ、逃げ終わる先行外がいるってことでだからアポジーとかね、えー、トップハンドですけど、アポジーがアポジーするのは厳しいと思うんで。うん。かといって、クロコスミーが海外帰りここ本気かっていうと、多分賞金、えー、賞金ちゃう。賞金足りてるし、多分し、さすがにこのまま試運転一回使ってなんかどっか頻馬戦行くかなと思ってるんで、やめとこうと思って。 で、やっぱそうなってきたらやっぱ福島記念ぐらい買ってた馬、あるいはこのマイスタイルのこの中山金牌、京都金牌2着、やっぱ前走状態良かった馬を選ぼうかなと思ったんですけど、ただ、えー、マイスタイルに限ってこのタインフランケル等々ね、ちょっとね、花奪いたい馬が多いよね、消えてくれば盛るでしょう。ちょっとね、前争い激しなりそうなのよね。で、マイスタイルもちょっとよう逃げるでしょう。で、そう考えるとね、アポジーもそうですけど、ちょっと動型多いよね。アポジーマイスタイルやで。 ケーティクレバーもバンテズドしちゃっても大量半径もあるからね。こんだけあったらもうやばいんじゃねえと思って。で、そうなってくると、やっぱり前奏みたいにマイスタイル追走のってことで、やっぱりステイフィリューがやっぱいいんじゃないかなと思ってます。どこ言いましたはい。かなかな何番人気やった ?3 番人気やったっけですね。こんなもんかな。で、 えー、あとは、えー、エアンセムもどうしようかもやってます。エアンセムがちょっとね、ま、5番人気やし、まあまあ、返そうですか。はい。えー、去年、えー、鈴鹿デビュー戦で3着吉田彩さん連れてきてますし、うちく引いたら、まあまあ、エアンセムありかな。結局、福島記念も、 うちうちで決まったよ、ね。確かにね、すね。フェレドエア,アンセムだったもんね。そうですね。で、まあ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 、うち役引いたらかなと思ってます。で、ここ、え特注馬えー、2頭ほど打っておきます。っていうかもう、ほぼ穴馬ですけど。うん。というのも、さっき1着が活躍するよう言ったんですけど、それプラスアルファは、このコクラって何が重要かっていうと、はい、えー、5年前ですかラストインパクト1着。うん。4年前、ダコール3着。 3年前、アルバート・ドック・ダ・コール1、着。はい。えー、2年前、ヒストリカル2着。はい。ってことで、過去4年でディープがすごい活躍する舞台。で、まあ、ダ・コールとかね、えー、ラスティンパクト等は、いわゆるなんかディープらしくないディープっていうかな。前目いってあんまその究極の切れ味線と上がってくるうな、まあ。うん。このたち、アルバート・ドックもそうなんですけど、この供たちはわかるんですけど、 うん。もうただね、アルバート・ドック・ダ・コール、確かにそういう競馬なんですけど、ダ・コールみたいにね、参って買ったりね、こんな最高峰から刺してきたりできる、えー、小倉大商店でありますってことで。ディープね、えーまあ、基本的にやっぱその参って捉える小倉大商店強い、ディープらしくないディープが活躍するんですけど、うん、えー、それ言ってたらね、2年前もヒストリカルがこう来てる舞台なんでね、ょっと差しで。ってことでね、もう、 ね、必須リベルで大体東京のね、長い直線でバーンっていく足なんですけど、まあ別にこら大商店のレベルならですね、うん、4コーナーから、四コーナーっか3コーナーからかな、マくてッけばもう意外とディープいけるってことで、ほぼディープこうとええやんということで。じゃあ今年ディープ誰買うのっていことで見てたんですけど、なんだ不人気場しかいません。うん。はい。まず1頭目、えー、鈴鹿ディープですね。はい。えー、こちら、53キロのハンデですけど、こちらはもう去年の夏紹介したら俺博多ステークでね。<laughs> 去年の夏見ておるのければ。はい。来ましたね、これね。小倉またね、新幹線で行ってきます、言うてね。3年連続旅行やで、で今年も博多ステークス行くで、打って。はい。ね。里の研修と鈴鹿ディープやで、って言うてね。ここやろそこ伊藤塾で交代の俺は。そうやね。<laughs> そうやろ。そうやろ。小倉強いんや、言うててね。ここを抜いて藤ね、ディープやし、言うてて。ほんならちゃんと来たんや、ここで。はい。ありがとうございました。ていうことで、鈴鹿ディープ振り返りますと、去年その博多ステークスで買ったんと、 はい。えー、小倉は1000万円でも2000メートル買ってます。小倉300メートルでも買ってますっていうことで、小倉の成績全体見ますと、なんと、3001ってことで、素晴らしい成績が残ってます。はい。これは強いです。で、最近走らせたか、新潟記念とアンドロメダと今日、中期に地震勃配。全然意味分からんとこ使ってるんで、こんなんまだチャンスやで。はい。この博多ステークスもの時もいましたね、私ね。はい。えー、去年の冬ね、小倉買って、 はい。っ意味やからんとこ使って阪神に中意味わからんとこ使ってからの、この人気をしての人まあ、そんな感じ。はい。ってことで、今回もこんな、新潟、京都、中京、意味わからんとこ使ってからまた自己条件。これは間違いなく怒ってバック走でさ。私、ここで走りたいんやで。多分怒ってますわ、これ。絶対怒ってる。怒るやろ、そら。全然ちゃんとこ走られたでもめっちゃ怒るで。左回りやし、なんかサッカー多いしとか、怒ってる、つら。 鈴鹿ディープさん頑張ってください。まあちょっとこの重症クラスで活躍すかしませんけど、一応はな候補で押さえておきましょう。内枠役を引いたらありかなと思ってます。軽量判でし、うん。で、えー、それプラスもう一と期待してるのが、同じくディープさんくんレトロロックですね。こちらも一緒。ただハンデが55ってまあまあ背負ってますね、これ。はい、こちらも同じく。えー、プンで勝って2000、はい、バックもン、こクこラ1008で勝ってます。えー、鈴鹿ディープはですね、ここら2000で実績ありましたけど、このままぁ1008ね。 この同じ部隊の距離で成績を起こしております。はい。で、えっ、ー、とね、小倉、えー、2000メートルも実績あります。ただ、1000 10, メ、えートルもポカしてる部分はあって、で、小、え、倉、ー、の1008だけに限ってみます。まあ別に小倉2000回しても成績全然いいんですけど、小倉1008だけほんま壁言うとね、1着でしょ ?2 着ね。小倉1008だけ見ると、 確かね、一着でしょ。で、最後の一着でしょ。3100ですかね。小倉の1008だけ見ると、これすごいと思うわ。で、全体で2000含めても4101やからね。いや、あるかもしれへんよ、これ。ハンデ1000やし。何が受けるか分からへんもん、16と。打ち引いたらね。うん。 ちょっと期待しておこう。はい。まあ、本命対抗は大体、えー、福島記念から選びました。あとは、注目。ディープらしくないディープで頑張ってください。どちらも7歳判で,ですけど。あとは、動型のこの2ゲームまた中盤またこれ枠順に決まったから決めましょう。はい。で、ただですね、今、本命対抗、テフィル、エアンセも選びましたけど。はい。ただね。 ここはね、えー、ヤンセム、えー、スティーウェイリーから選びましたけど、やっぱここはね、えー、今、本命私、コーン糸打ちましたけど、実はね、コーン糸下げて、実はこのね、こんな特徴番いいとこなんかね、穴馬やしね、こんな言うたところでと思ったんで、まあ一応面白いん言うたいんですけど、本命しっかり打っておきましょう。実はここに隠し目にですね、マウントホールですね。 こちらちょっと注目しましょう。理由簡単。前走一番人気惨敗。以上です。ありがとうございました。それ以上ございません。チャレンジカップちゃんと2着なんで。はい。それまでしっかりオープン。小倉記念もすべて。小倉記念です。あの、小倉もしっかり3着を染めてます。うん。 で、ま、あこの時逃げましたけど、別に逃げんでもいい馬ですね。えー、参って捕まえに行けば。ってことで動画で4通るんで、ちょっと、ちょっとね、えー、先行も見ながらの競馬で全然構わないです。前走は確か運がなかった。ちっ出遅れちゃったんだけど、なかさまれた流しは手ダメだったんですけど。ここでマウントゴールドが6番人気まで落ちるって予想なら美味しいでしょ。で、浜中さんでしょ、ここら辺にする。これは十分ありです。こんなに人気落ちられたら買いましょう。 はい。チャレンジカップ、えー、あの強かったエアウィンザーに圧勝してます。え、エアウィンザー2着ですし。はい。で、3着前にステイフーリッシュとかね。4着前にね、重症版のダンビライト。ここら辺。戦ってきた相手がまあまあ強い相手だったよね。3、4着馬か。はい。これは収穫ありやと思ってます。うん。ま、あのところでええー、と思います。全村参拝でお人形もしらない。全然変えやと思ってます。はい。で、あと、フェブラリーステークス行きましょう。はい。 えー、ちょっとね、自転調査、この重傷いっぱい喋った中でね、フェバリーステークス、ま、え二、ー、号したんですけど、ま、また、別撮りできたら、また、フェバリーステークスだけね、えー、なんやったらこの、えー、レース前にまた、別撮りするかもしれないんで、よろしくお願いします。はい。で、えー、今回はですね、まず、えー、G1 が始まるってことで、もう G1 だけ前が出てますね。はい、まず最強外人を変えと。はい、まず最強外人を変えと、二回とこ。まず、ゴールドリムでしょ。 はい。まずゴールドドリームでしょ。ルメッチャン3倍です。2番人気ですっ、ね、で、1番人気インティでしょ。で、インティ買うかっていうと、またこれ今日のデーム人足のロイヤみたいなこと言われてまして、確かにでインティをマークしながらなると前が潰れていくと思うんで。で、インティが確かに東京戦こう今までこんなね、左回り、左回りじゃ千1 0 0 8以上走ってた中で走れるかっていうと、うんやし。うん。で、左回り前走見てる限り手前を向こう上面で変えてなかったってことで、ちょっとうんやし。ってことで、 まあ、やっぱ、重く印を打ちづらいわけですよ。今、ちょっと、えー、暫定生話にしますけど、うん。で、もう一度デムちゃんの、オメガパフュームを見ます。ただですね、オメガパフュームがこのも一緒で、いくらデムちゃんの本気やからといってね、G1 の。いくらデムちゃんの本気やからといって、ここを、えー、16、左でワンターン、ね、チャンピオンズカップを左回りがイエイと5着やったくせに、これでいけるかっていうと、また、うんなわけですよね。 うん。やっぱ16、ワンタン、一応整列速度3着ありますけど、これしか激減しませんので。はい。で、そうなってくると、ねオンマガーパフュームの16、1回切るの3着は、確か上がり最速ですけど、それを信じるかっていうと、ちょっとさすがにデムちゃんでも厳しいかもしれん。さらにね、デムちゃんのダートなんで、内博引いたらもっと厳しいパターンになると。で、今回、じゃあ誰対抗候補ぐらい選ぼうかなと思って。うん。 えー、そんなでですね、えー、今回、えー、一個考えたん、一個考えてたと前から言ってたんが、フェオリーステークスは、去年私がインカンテーション確かちょっと印パッと押したはずなんですけど、そうですね。はい。えー、このね、えー、同じ舞台ですね。えー、武蔵野ステークス、東京ダート16。この舞台でまあまあ勝ち切ったものは結構馬券絡むよっていうことで、えー、2年前、 えー、2年、3年前か。は、ノンコこの目を絡めましたし、モーニングかな。で、えー、プラスアルファとは、えー、2年前みたいに、このね、ベストオーラ各自テイクみたいに、はい、ネギシステークスですね。こちらも活躍しますよ、と。うん。で、 今回もね、このデータ、普通に素直に当てはめようと思って、ネギシステークスの勝ち馬選ぼうと思ったら、なんとは、コこ,このペッペンペッ、わかったコカのキッキングいけるんかちゅうことで、安城なんと、ななこさん、マジかと思って、そう言ってたなと思って、上がり最速で買ったんだよ、これかと思ったんですけど、もうこのまま言うてますね、もう、マーフィーさんが戦力持ちますかって言ってもう、ノーってって書いていってたよ、ね、これ噂によると。うん、ノーやねんて。ってことで、やっぱ距離持たるらしい。やっぱり、もともとしニ2やもん。で さすがにこれデータだけでこのまま当めるかってやっぱやっぱ危険ですよ。こさんの安定を期待する期待せんへんうんうんじゃなくて、これは怖いですよね。皆さんわかりますね。やめとこうと思って。うん。かといってクイーンズサターンがね、ムサシのステーキ、ネギステイクス、あるいはムサシのステークスで構想しましたけど、クイーンズサターンでいけるんかなと。ただやっぱ G3 でようやくね、2着3着の馬が、やっぱ G1 じゃ厳しいよねってことで。じゃあこのまでもないなと。 かといって、サンライズの場、前走負けた理由、明確でしたね。え乾いたば場が嫌だと言ってました。うん。それもそのはず。えー、このまま武蔵野ステークス、えー、あるいは、えー、ネギシステークス、京日のネギシステークスも、主ややも、やっぱ足抜きとこで馬券絡んでます。 で、やっぱこの負けたとこね、武蔵野ステークスのパンパンの両番は12着やったし、で、前走やっぱネギステークスのパンパンがダメやったと。で、やっぱこれ考えると、今回の、えー、東京ダート戦力、あ今後のフェブライステークスの天気予報を見ると、明らかに雪とか不乱予想やから、明らかにそんなバボ,ボがね、え締、ー、めることないと。で、去年フェブリーステークス負けた範囲もやっぱババアやったんかなと。ね。 上がり、のんこのメルスラ三36秒このパサパサでかかるところをサンライズノバが37秒も変わってるわけなんで、うん。どないしてもね、えー、後方から届かんかったっていう競馬じゃなかったわけですよ。うん。やのにこんなに上がりに苦しいんだ。ってことはやっぱりね、えー、水がどんだけ含んでるかってことが重要。で、今回さっき言ったように、ちょっとババが味方してくれるんだろうとなど、今、終始は打ちづらい。えーね、復活鍵は、えー、ガン元水率って書いてますけど。うん。 で、それ考えると、じゃあ誰打つのってことで、対抗。えー、今のところ、どうでしょう。えー、まあ、マニアックな方はもう印を言ってるんでしょうけど、ちょっと馬券な盲点となりそうな、このままで行きましょう。今のところ予想通見てる限り、このままで欲しいんちゃうかな。はい、サンライズソアですね。これが面白い。今のとこ、ろあれでしょうえー、インティーとオカッパのキッキング、等々がいるおかげで、サンライズソア、予想通、6番人気17倍となってます。 アンジュ・タナベさん。この図ならタナベさんやったら買えるかな。はい。今年ちょっと血迷ってますけど、まあ、この図なら思い切った競馬できるかなと思ってます。はい。で、サンライズさーはもオメガパヘム同様ね、えー、やっぱり1008、1009で活躍してたんで、このマイルドーなんてことは確かあるんですよ。うん。ちょっと前走もね、チャンピオンズカップ、えー、1008やったし、はい。えー、JBC クラシックも1009やったし、シリーズも2 0やったし、はい。大体最近1009とか使ってるんですけど、 でもね、もともとこのままオムカッパフィーム以上に経験持ってまして、東京ダートに限っては。はい。セイリューステークス1着。ユニコーンステークスのサンライズの場と対戦して3着。はい。ってことでね、東京の、えー、全6のダートはね、一、えー、1着、3着。そして、えー、武蔵野の2着と。実は東京ダート全六に限って馬券ハーズしてないんですよね。うん。で、もっと というとうこの、えー、ちょっと昔くつぶってた芝を除くとこのままダート成績は、ね、この、えーえー、地方合わしても馬券外したのが2回だけ、ねえー、1回目武蔵野ステークス2着やったとなぜか意味わからんところれたこの中山戦勝で負けた1回これ謎でした重賞、うん、2着で賞金加算した後にこの なまさかの安間戦と中山選手のダートのオープンに着いた理由が意味分かれへんのと、完全に試合グループですね。で、このブリリアントもそう。ね、で地方で買った後に、えー、一番人気で乗ったんですけど、デムチャのシウンって乗りました。動きなかったんで多分シウンってでしょう。14番手追走で最後も上がってきて10番これもデムチャの諦めが良かっただっけ、うん。で、この2層を除くと全て化けに絡んでます。堅実さが売り。と、 えー、お母さんの父はね、言うてます、毎回。は時知事スペシャルウィーク。この決闘は、えー、大舞台、特に G1 で緊張感ないというか、活躍しやすいと。はい。てことで、えー、この馬、えー、さっき見ました、G1 チャンピオンズカップ3着。その前の G1 も3着と。えー、G1 の成績、大舞台に限っても、えー、ジャパンダートも2着なんで、G1 合計参加してすべて馬券絡んでますよと。はい。 え最近ね、まあヘアステークス勝ちましたけど、えー、まあその他しっかり堅実に馬券絡んでますし、えー、今回もね、こんな、まあ言い方失礼ですけど、インティーの、まあ、過剰人気というのは、まあ、勝っても出し最悪なんです最悪というか失礼なんですけど、インティー、あとコパのキッキング等々が人気集めるなら、サンライズソアはちょっとチャンスかな、このオッズやったら。はい もうだって、サンライズナバーがね、次ほんまにまた、このババがハマるかどうかで全然変わってくるよ。それやったら、堅実さんのサンライズはで、えーとね、一応ね、JBC クラシック等々まで、一応ね、ケアンステークスもいですけど、ハナバってね、ここら辺買ってたんですね、積極的にね。うん。シリウスも前めいったし。で、 えー、実はチャンピオンズカッパに限っては、えー、おそらく今回の、えー、フェブリーステークスに、えー、近い競馬をしてくれたと思います。多分これ横印象は大きけないですけど、でもそれに備えた競馬でした。うん。えー、珍しく花を押していかず、5番手追走から一上がり使ってまとめて3着。これはね、おそらく多分ね、指示があったと思いますわ。花、ま、だバンドいてっちゅう指示があったと思います。 で、えっ、ー、と、河内さん、ちょっと今コメント載ってないですけど、えー、コメントにると、今回のコメントは、えー、インティを見ての競馬、番手随走はよろしゅうないと。今回は、前回のチャンピオンズカップみたいに、ちょっとやっぱ中段からの、えー、ちょっとね、前目前目やっうとあれやけど、中段から、前目につけての競馬がよよ望ましいって言ってるんで、はい、その競馬を、田辺さん、しっかり聞いといてください。前争いしたら前がちょっとボンボン潰れそうなんで、はい、頑張ってください。 サンライスは多分今は一番美味しいと思ってるけ俺は思ってるで。俺は思ってるで。はい、ということで、以上で事前調査終わりましょうかね。ちょっとなかなかとすいませんけど。はい、以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。